はい、さい、どうも、かちゃんれんのカズです。今日はね、最初に別のポイントで、まあ、お魚釣りやってきたんだけども、爆釣でございましたね。ほんで、今日、ここめっちゃいいんでしょ？そうですね、本番です。やばいんでしょ、はい、さっきの本番じゃないの？じゃないですね、あれはもう準備運動です。そう、さっきの僕動画1本で行きたいんやけど、あれで。そうなんすか？うん、あれ動画1本分。効率良すぎでしょ。はい、さい、さい、これで1本やね。そうですね。ここの本番で、ちょっと頑張っていきたいなと思います。ここでは、ちょっと、イカ釣り。なんかイカの跡がね、いっぱいあるから、イカ1本にしまって。そうですね、頑張ってね、行きましょう。はい、1キロオーバー、1キロオーバー頑張るぞ。これ投げていいですか？いいの？平均、はい、もう用意してるんで。え、本当？はい、やった。ちょっと今から頑張っていこうと思います。とりあえずね、めっちゃほらイカ墨の跡があるからね、ここで投げる俺は。今回は浮かせずるですね。いや、火が出てきましたね。やっぱね、形から入るでさ、ちゃんと釣りっぽい。ほら、シマノって書いてあるよ。え、ほら、シマ、ほんとかな、これ2,000〜3,000円やったんやけど。いや、本物じゃないですか、物本じゃないですか、これ2,000〜3,000円なの、シマノ売ってんの。これ多分、水中見えるやつじゃないですか。そうこれ多分、だいぶ変わりますよ。評価の高いさ、アマゾンシンジャーでさ、アマゾンで評価の高いやつ買ったの。はい、でもみんなせんの、そんな偏光グラスって言うんですよ。偏光グラスね、なんでせんの。高いんですよ。一匹は釣るで、任せて。場所チェンジ。いやね、なかなか厳しいよね。ここで釣りの上級者はね、今ちょっと どんな感じなの、聞いてみて、見るわ。ちょっといっぱいいますね。お魚すごいやろ。はい、餌釣りやろ。餌釣りってください。あ、来てる。どう、たけしは。ええ、目に潜られてしまうんすよ。あ、なるほど、ボツになってますわ、今日の動画。そうですね、大きい魚釣り上げですね。ね、釣り上げんとね、タイトルで釣るのはよろしくないからね。そうですね。はい、何を釣る。ワームワームでやりますよ。ワームでちょっと釣ってやろうかな。なるほど。はい、あ、ちなみにポコニャンのヨシさんです。はい、どうも。どうも。全然釣れてないですよ。でもまだ釣れてないですよね、今日。はい、普段バス釣りされるってことで。そうですね、バス釣りはやるんですけど、ね、全然勝手が違いますね、やっぱ違いますね、はい、海舐めちゃいけませんよ。海舐めちゃダメですね、やっぱり。ね、頑張りましょう、ちょっと。はい、頑張ります。え、おー、釣れた。おー、すごい。うー、美味しそう。イラブチャーです。美味しそう。普段さっからひっちゃんがね、めちゃめちゃ釣ってるんで、一匹だけ形ね、見えるようにいい仕掛けで釣っていこうと思います。頑張ろう。あ、スイートコーンでも釣れますよ。今釣れたのはスイートコーンですね。え、本当に。あ、本当っすよ。行きましょう。行きましょう。行きましょう。で、魚いないですよ、今。はい、巻き餌で。やばくない？なんか違う。やべえ。すごい。やべえ。何センチ？1メートル。1メートル。バイブレーションですらない。ブサイクだよね、これ。どこの海いたらこんなのいるの？これ小学校の工作で作ってる。釣れたぞー。よっしゃー。よっしゃ、来た。シャン2匹目。でっかいのー。そこそこ大きいですよ。トンチンさん、今日一番でかいのばっか釣って。そうですね、才能ありかもしれないですね。ね、釣りチャンネルよね。トンチンの釣りチャンネル。ねえ、いけるね、これ。ガッサン釣れた。釣れてる。3匹目ですね。よいしょ。
で。よし、サムネは OK。 もうみんなヘドヘドになって、昼ご飯食べてないもんね。ね、もう今の釣ったお魚でね、お腹いっぱいになろう。お魚、お魚、じゃじゃーん。うわー、やっぱちょっと小道のがね、インパクトありすぎですよね。ちょっといきつないよな、これね、この一匹とその他みたいな感じになってるんで。そうね、ね、完全にこのでっかいのも小道やろ、一番でっかいのも。じゃあ名前なんですか。ヤガラと愉快な仲間たちみたいになってますね。背中カッペカペになっつんて。ほら、ほんとだ。食べれんのかな。美味しくなさそうっすね、一番。うん、一番ね。獣みたいな。うん、その部分で分かったかなって思ってますね。うん、まあカラフルな魚がいっぱい釣れてよかったね。みんな釣れましたかね。あ、釣れてない人いない。いる。沖縄に来てます。いないよね。兄貴が釣れてないですね。沖縄に来てもですか。あれ、新さんの兄貴釣ってないの。釣ってないですね。多分兄貴さんはちょっと宗教上の問題で。宗教上釣ってないみたいですね。ああ、兄貴釣れてないんか。そう。でこの後ね、町に繰り出してね。そうですね、女の子を釣る、ね、女の子を釣るって言ってるで。兄貴はそっちが得意なの。兄貴はそっち得意なんでしょ。サビ削るし、釣るって言ってますね。サビ削り。あ、ほんでこうやって一箇所にするんや、これ。そうですね、節約、明日も使うんで。じゃあ本日はこんなとこで、バイ。